イをしたことがない人でも大丈夫。家にあるものや手に入りやすい材料を使って簡単に作れる DIY をご紹介していきます。今回はなんと簡単にできる防災 DIY アイデアをご紹介したいと思います。防災 DIY を教えてくださるのは渋谷さん。今回は家にあるもので簡単にできる防災アイデアを2つご紹介したいと思います。まず1つ目はランタン DIY です。災害時はランタンは必需品です。しかし家庭によっては懐中電灯はあるけどランタンがないケースもあります。このような時に役立つ懐中電灯とペットボトルを使った手作りランタンをご紹介します。そして2つ目は乾電池 DIY です。災害時に電池が必要になることがありますが、単一電池が必要なのに単三電池しかないということがあるかもしれません。その際に役立つ家にあるものを使って乾電池の大きさを変える方法をご紹介します。家にあるもので作れる方法を知っておくことで災害時に即席で作ることができるので安心です。それでは早速作っていきましょう。レッツ DIY。 ではまずランタン DIY アイデアをご紹介します。材料です。懐中電灯、ペットボトル2本、水、カッター、以上です。では作っていきたいと思います。まずペットボトル1本を懐中電灯のサイズに合わせてカットしていきます。懐中電灯より5センチぐらい高いところでカッターでカットしていきます。だいたい5センチぐらいのところで印をつけます。カッターでカットしていきます。カットできました。カットできましたらここに4箇所ほど切れ込みを入れていきます。はい、切れ込みが入れられました。では次にもう1個のペットボトルに水を入れていきます。水はいっぱいまで入れてしまって大丈夫です。今回は水を使用していますが、水に少しサラダ油を入れることで水が乱反射して光が強くなります。はい、水を入れられました。キャップは閉めていただいて大丈夫です。では重ねていきます。先ほどカットしたペットボトルの中に懐中電灯を入れていきます。ライトをつけていただいてペットボトルの中に立ててください。そしてこの水を入れたペットボトルを上から差し込んでいきます。はい、完成しました。見てください、すごい明るいです。普通に懐中電灯を使うよりも水を入れたペットボトルにかざすとすごく明るくなりますので、ランタンとして災害時に皆さんやってみてください。実際に暗いところで試してみます。こちらが懐中電灯だけを置いた時の明るさです。こちらがペットボトルで作ったランタンの明るさです。同じ懐中電灯を使用していますが、かなり明るいのがわかるかと思います。そしてもう一つ、とっても簡単にできるランタン DIY のアイデアをご紹介したいと思います。材料は本当に簡単です。懐中電灯とビニール袋だけです。この懐中電灯を
ビニール袋の中に入れます。口を結びます。はい、これで完成です。こちらも通常の懐中電灯の明るさよりもとても明るくなります。また暗いところで試してみましょう。はい、暗いところで試してみるとこんなに明るくなります。ランタンとして使うときは懐中電灯にビニール袋を巻いてぜひ使ってみてください。ビニール袋と懐中電灯さえあれば簡単にできますので試してみてください。では次に2つ目の乾電池 DIY のアイデアをご紹介したいと思います。単3乾電池を単2や単1の乾電池に変える方法をご紹介します。材料です。単3乾電池、タオル、ハサミ、マスキングテープ、以上です。では作っていきたいと思います。まず乾電池の幅にタオルをカットしていきます。乾電池の幅よりも短くカットしてください。単3の乾電池ですとだいたい5センチなので 4.5 センチぐらいでカットしていくといいかと思います。今回はタオルを使用していますが余っている布などでも大丈夫です。はい、タオルをカットすることができました。ではこのカットしたタオルを乾電池に巻いていきたいと思います。単3から単2のサイズにしていきたいと思います。電池にくるくると巻きつけてください。この時に電池の両側がタオルで隠れてしまうと電池がつかなくなってしまいますので、できるだけきれいにはみ出さないように巻いていってください。ですので5センチよりも少し短めにカットしていただくと巻きやすいかと思います。はい、タオルを巻くことができました。そうしましたらマスキングテープで留めていきます。今回マスキングテープを使用しますがセロハンテープでも大丈夫です。このタオルの太さは単2の電池の太さに合わせて巻いてください。単2電池だと 2.6 センチ、単1電池だと 3.4 センチになるようにタオルを調節しながら巻いていってください。では電池を入れていきます。こんなにタオルを巻くだけで簡単にサイズが変えられちゃいますね。はい、ではスイッチを押してみます。はい、ライトがつきました。このように単3電池も単2電池や単1電池にすることができます。とっさの時に役立つと思いますのでぜひ皆さん覚えておいてください。単1電池として使う時は高さが少し足りないのでこのようにアルミホイルをくっつけて高さを出して調節してみてください。今回はお家にあるものだけで簡単にできる防災アイデアを2つご紹介いたしました。とっさの時にとても役立つアイデアですのでぜひ皆さんやってみてください。カインズでは DIY に関する質問ができたり作った作品を投稿できるコミュニティサイトカインズ DIY スクエアを展開しています。他のレシピも掲載しているのでぜひ見てみてくださいね。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。レッツ DIY!